STS-71 はアメリカ合衆国とロシアによるシャトルミール計画の3回目のミッションであり、スペースシャトルが初めてミールとドッキングした。1995年6月27日にスペースシャトルアトランティスがフロリダ州のケネディ宇宙センター第39発射施設から打ち上げられた。スペースシャトルにより、 交代要員のアナトリー・ソロフィエフとニコライ・ブダーリンをミールに送り届け、インクリメントのノーマン・サガードを連れ帰った。アトランティスは8人の乗組員を乗せて7月7日に地球に帰還した。アトランティスでミールを訪れた7回連続のミッションの第1回目となった。スペースシャトルはミールに5日間ドッキングし、当時最大の宇宙船となった。スペースシャトルが 宇宙ステーションとドッキングしたのは初めてであり、スペースシャトルと宇宙ステーションの間で乗組員の交換を行ったのも初めてであった。アメリカ合衆国による有人宇宙船の打ち上げはこれが100回目であった。このミッションでスペースラブと補給品がミールに送られた。アメリカ合衆国とロシアの乗組員は共同でスペースラブでアマチュアラジオや生命科学の実験を行った。 打ち上げられるアトランティス軌道上で握手するロシアと米国の宇宙飛行士着陸するアトランティスこのミッションの主目的はスペースシャトルとロシアの宇宙ステーションミールがランデブーを行い6月29日に初めてのドッキングを行うことであった20年間で初めてのアメリカ合衆国とロシアの間のドッキングでアナトリー・ソロフィエフとニコライ・ブダーリンの二人が運ばれた 他の主要な目的には、スペースラブでのアメリカとロシアの共同での生物学実験、ミールへの補給品の輸送、ノーマンサガードの機関等があった。副次的な目的には、IMAX カメラでの撮影やアマチュア無線の実験があった。STS-71 は、ケープカナベラルからの100回目の友人だ上げであり、アメリカ数学界のスペースシャトルとロシアの宇宙ステーションが、 初めてドッキングし、共同運用を行った。これは、それまでで最も大きな宇宙船となった。また、初めて軌道上で、スペースシャトルの乗組員の入れ替えが行われた。ランデブーのシーケンスは、15時32分19秒に、ミールの軌道平面まで上昇することで始まった。上昇に、オムズ1の点火は必要なかった。 オムズ2の点火は42分58秒から始まり 160x85.3 マイルの軌道に合わせた。これはこれまでで最も低い近地点の軌道であった。これにより軌道あたり約880マイルと非常に速くミールに追いつくことができた。約3時間後、オムズ3を点火して 210x159 マイルまで 軌道を上昇させた。アトランティスがミールに下から近づき6月29日午前9時にドッキングしたこの方法により接近に伴う OSM の点火が最小限で済むアトランティスがミールの下方約800メートルまで来た時点で手動操縦が開始した後方のフライトデッキでギブソンが操縦を行ったミールと 大人の距離が約75メートルになったところでステーションが静止した。ギブソンは手動で約10メートルまで近づけ最終アプローチを行った。近づく速度は毎秒30ミリメートルで接触時は毎秒33ミリメートルであった。接触は横誤差25ミリメートル以内、回転誤差0.5度以内でほぼ完璧に行われた。ジェット点火は必要なかった。 ドッキングはバイカル湖上空約 400km で行われた。スペースシャトル側はアンドロジナスドッキング機構を備えたオービタドッキングシステム、ミール側はクリスタルがドッキングの接点となった。アトランティスの前方ペイロードベイに位置するはずは、ドッキングシーケンス中、完璧に作動した。ドッキングが完了すると、アトランティスミールは合計質量が約225トンとなり、 それまで、軌道上に存在した最大の宇宙船となった。両方のハッチが開かれ、STS-71 の乗組員が、ミール内に入り、歓迎セレモニーが開かれた。同じ日、ミール18の乗組員の役割がミール19の乗組員に正式に引き継がれ、両者は宇宙船を交換した。翌5日間の合計約100時間。 生物医学実験やアトランティスとミールの間での物資の移動を含むアメリカ合衆国とロシアの共同運用が行われた。広報ペイロード米に設置されたスペースラブモジュールを用いて、心臓血管及び肺機能、人代謝、神経科学、衛星及び放射線、行動パフォーマンス及び生物学、基礎生物学、微小重力研究の7つの分野で15の 生物学医学実験が行われた。ミール18の乗組員は試験の被験者となり、また3ヶ月ぶりに重力のある環境に戻る準備として、熱心に運動等を行った。100以上の尿と唾液のサンプル、約30の血液のサンプル、20の表面サンプル、12の空気サンプル、いくつかの水サンプル、多数の呼吸サンプルを含む、多数の医学サンプルやディスク、 カセットがミールからアトランティスに移された。また、サリュート5号の壊れたコンピュータも移された。アトランティスからミールへは、オービタで作られた 450kg 以上の水、ミール19の乗組員が、スペクトルモジュールの混み合った、太陽電池を修理するために特別に設計された宇宙遊泳用ツールが運ばれ、またミール内の気圧を高めるために、 アトランティスの環境制御システムから酸素と窒素が移された。ドッキングは7月4日に解除された。お別れセレモニーが行われて、7月3日15時32分にミールのハッチが、その16分後にオービタのハッチが閉じられた。ミールとアトランティスのドッキングが解除される前に、ミール19の乗組員は一時的にソユーズ宇宙船でミールを離れ、アトランティスとミールの画像を記録した。 6時55分にソユーズが脱離し、7時10分にギブソンがアトランティスをミールから脱離させた。機関時の乗組員は8人で、1985年の STS-61A と並んで、スペースシャトルの歴史で最多の乗員となった。100日ぶりの重力環境への適応を容易にするため、ミール18の乗組員は、着陸前に、 ミッドデッキに備えられた特注のシートに仰向きに横たわった。飛行中には汎用コンピュータ4が突然故障し、GPC-1 と同期しなくなった。トラブルシューティングでこれが独立の事象であることが示され、GPC-4 は残りのミッションの間正常に作動した。アマチュア無線通信実験では乗組員がいくつかの学校と通信を行った。そのうちの一つは、 カナダのレッドランズのレッドランズ高校であったチャーリープレコートは10分間の窓のうちに生徒や技術者との交信を成功させた。ありがとうございます。